皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルメア王国の日々アプリの方を進めていきます。主にファンブックの特典についてお話ししております。まず最初に前回のイベントのことをお話ししていかないといけないですね。はい、107位でした。初めてっていうかね、ほんと久々に100位から落ちちゃいましたね。この可愛い衣装をゲットすることができずに終わってしまいました。まあ、次頑張ろうと思います。ちょっとね、油断しちゃいましたね。はい。今左側に流れているのがゴールドラッシュの時にこもってやってた時のやつで、衣装がね、1着だけ落ちました。やっと落ちました。初めてかな。あと子供のね、お衣装も一つ落ちました。合計で2着で、スキルはそんなにいいものはね落ちなかったんですけども、満足してます。私の中で満足はしてます。なんやかんや言って20回とかも回ってないんですよね。そんな回数いってないんで、それでも落ちてるからいい方なのかもしれません。ティッティキティ。はい、では今からですね、この左側にもらった時の映像を流したいと思います。これですね、めちゃくちゃ量あると思いませんか？めっちゃいっぱいあって、でこれは本を2冊買ってるから、出てきてるのが、1冊買ってる方よりも、多いんですけども、これですね、目玉のやつですね。はい、服と、あと、キッズの服もですね、まだちょっとキッズ着せてないんで、着せたいと思います。ママの帽子。で、1冊にノーマの帽子 2個ついてるから、私合計で4個ですね。今アリシアさんの初代の像とか、これもね、家に飾ってるんですよね。で、肖像画は今モニカの肖像画が2枚持ってるのかな。で、合計でこれでまた2つ来たんで4個になりますね。かなりレアな感じがします。でも何個あってもね、いろんな家に飾れるのでめちゃくちゃ嬉しいです。なんかその国の初代の王のね、やつしかもらえなかったのが、全部の初期国の王の肖像画がいただけるのはちょっと熱いですね。あとこまごまといろんなものがたくさんいただけます。これも2冊目の分かな。今までのね、3周年とか2周年とかのプレゼントも全部一緒に入ってて、めちゃくちゃ嬉しかったです。こんな感じでたっぷりといただいてしまいました。では着替えていきましょうかね。最近入手にしてちょっと脱いだんでね、ここにポムの芯とか入ってるんですけど、これですね、ちょっと頭をちょっとどうにかしないと。こういったノーマの帽子めちゃ可愛いですよね。いやー、これはかなり高級感があります。ランキングでね、1位とか5位までの人しかもらえないやつみたいな、あれぐらいの神々しさがある。タンウェアもめっちゃ可愛いです。肩がねちょっと出てて可愛い。で、さっき言ってたゴールドラッシュの時にもらったのはこれですね。これもねめっちゃ可愛かった。もう一個欲しかったんですけど、ね、やっぱなかなか落ちなかったですね。同じノーマのやつなんで帽子がね合うんですよね、今回いただいたやつと。これがヒーローの翼、めっちゃ可愛い。赤い翼持ってなかったんで合計4個になってるんですけど、可愛いですよね。ちょっと服がこれじゃないの、これだ。めっちゃ豪華、いいっすね。ちょっと旦那さんにも着せましょう。肖像画をちょっと一回飾りたいな。でもね、アリシアさんはこれなんですね、この銅像で。で、ここに初代のうちはモニカ国だったので、初期国モニカ国だったので、ここにモニカさんと、2代目のエドナさんがここに飾られてますね。で、今回いただいたのが、もう全部いますね。アンセルム、ジェイソン、ウィルマ、オスキツ、モニカ、メリンダ、ミリー、ジェマ。素晴らしいですね。ちょっと興奮しちゃう。あと、いろいろもらいすぎても何が何だかちょっとね、私も、把握できてないんですけども。オスキツさんとかね、どうですか？かっこいいなぁ。ちょっとこっちも。全然この国に関係ないんですけどね。ジェイソンさんを飾ってみたいと思います。あ、いいですね。めっちゃ渋い。渋いですね。
熱いな。ただこのアカウントでしかスイッチにインポートして反映されないというか、このアカウントが持ってるっていうことなんでね、また別のキャラクターでやるともらえないからちょっと寂しいですね。いやこの服めっちゃ可愛いな。ちょっと今日ねあんまり時間がなくて、エルニアの方のね時間を進めてちょっと大会試合とかやろうと思ったんだけどちょっとできなくて、今日は本当にいただいたものの紹介だけをしようと。あ、赤ちゃんできた、おめでとう。あ、もんちゃん、もんちゃんなんかくれた。セシリオさんにもねちょっと着せたいと思います。ちょっとね後ろのキラキラがちょっとバグって2個あったんですけども、そんなこと言ってる場合じゃないので大事にしすぎてたんで、冬のささめき、あでも2個になってるな冬のささめき。じゃあ私前も持ってたのかな。動画見返したんだけどあんまり覚えてなくて、ちゃんと自分の動画をね整理してないっていうひどい状態なんですけど、あ男の人もいいな、田植えはめっちゃかっこいいじゃん。あこれはこれは女の子は抜群に可愛いけどこっちだなあかっこいい、あいいですね。これでちょっとお出かけしようかな。問題は子供服が2個しかないんでロキくんの分がないですね。ちょっとこれ落ちたのかな。あそうです、これが多分ねあのこもってる時に落ちたナルルの服ですね。翼とノーマの帽子と、あかわいい、いいじゃん。なんかちょっと髪の毛ちょっとバグってちょっと今肌が見えそうだけども、まあ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 、あちょっとここ怪しいですね。ここが怪しい、なんか猫背になりました。大丈夫、この格好だからかな。あこれだと、まあ、ちょっとはげるけどまあまあいいでしょう、かわいい。タピオカの男バージョンも見たいんで、炎の翼だね、ヒーローの翼だ。でノーマの帽子に、あかっこいいじゃんタピオカ、めちゃくちゃいい。アオルくんだ。ちょっとねデート行きたかったんだけど試合があるから無理かもしれないな。え、セシリオさんどこにいるの？あ、仕事してるんだ。仕事してた。あ、そうそう、生まれそう。わ、いいな、これすごい、めっちゃかっこいいな。試合もまたこのままこれでいこうと思います。ちょっとね、今日は、こんな感じでちょっと動画終わっちゃうんですけども。あ、そうそう、生まれそう。かわいい。わ、いいな、家族みんなでここにいるのいいな。あ、めっちゃ暑いな。今日の試合頑張るよ。家族でたくさん集まってる。ハイペラどこ行くの、待って。授業はどう？あ、楽しいんだ。肝心なね、武器をちょっと見ていなかったので、武器を変更にして、いただいたやつが、これですね、ノーマの聖剣。ということで、まあ、特攻武器でも何でもないので、まあ、レベル20マックスのやつですね。他のやつに比べると若干防御力がね、レベル1のやつに比べると高いのかな。星4のやつだったら、防御力高めのやつかな。ちなみに売却ができるのかな。あ、月光石4個なんだ。ダメ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 。詳細。あ、かっこいいよ。めっちゃかっこいい。すごいですね。ここでこうやって見れるのも最近だから嬉しいですよね。私、斧はね、結局ゲットしなかったんですけど、かなりかっこいいっすね、これ。盾がいいな。マックスまで育てられるかな。あんまりシャートないんですよね。言ってもないので。え、今、マックスまで鍛え上げたんですけど、まあ、攻撃力435、防御力150か。剣の盾付きのレベル30が、これなんですけど、時代ソードとあんまり変わらないので、あ、結構強いですね。普通に。
まあ、イベントだとちょっときついかなぐらいで、全然大丈夫そう。レベル30とあんまり、ね、差がないというか、いけそうですね。で、特典なんですけど、このエルニアのアップデートごとにいただけるので、今申請すると、次のアップデートですね。次のメンテナンスが4月、え、4月じゃない。次のメンテナンスどこだ？次のメンテナンスが4月27日なんで、だいぶちょっと開くんですけども、この今申請すると4月27日のアップデートでいただけるので、まだの方はぜひやってみてください。私もね、初日にやるの忘れて、あの1回目のアップデートじゃなくて2回目のアップデートでいただきました。皆さんもご視聴ありがとうございました。次はね、エルニアの時間を進めてやっていきたいと思います。また動画見てください。バイバイ。